オールマイト。私は審査やってないよ。でもオールマイトが雄英の先生だなんて驚いちゃいました。ワン・フォー・オール、一振り一蹴りで体が壊れました。聖火のごとく譲渡した日はまだ火だね。机に足をかけるな。雄英の先輩方や机の制作者方に申し訳ないと思わないか。俺は私立聡明中学の。聞いてたよ。史上初唯一の雄英進学者。他行けっつったのが。ここはヒーロー科だぞ。なんかいる。大会除籍って。自然災害大事故。洗礼というには重すぎる。もっといけんね。へそからレーザーが出る。爆炸。やっぱ両手だと威力分散しちまうな。電子レンジに入れられた卵のような。地味だがユニーク。絶対なるんだ。お前のようなやつも入学できてしまう。見たとこ個性が制御できないんだ。そんなつもりじゃ。とっとと済ませな。なんだよ少年。個性の発言は漏れなく4歳までだ。どういうことだ。時間がもったいない。ついこの間まで。君らの個性を最大限引き出す合理的競技。私が普通にドアから来た。戦闘訓練。戦闘訓練。復活するのだ。今日から自分。ごめんね、イズくん。これからは手放し全力で応援するからね。ヒーロー化最高。わかりやすい。ここは入試の演習場ですが、君らにはこれからヴィラン組とヒーロー組に分かれて2対2の屋内戦を行って。いいかい。ヒーローはそれを処理しようとしている。コンビ及び対戦相手はクジだ。最初の対戦相手は A コンビがヒーロー、E コンビがヴィランだ。ヴィランチームは先に入ってセッティングを。デクは個性があるんだな。どうやらリスクが大きいようだが。そんなやつが。ワン・フォー・オールはまだ調整できないから。中断されねえ程度にぶっ飛ばした。頑張れって感じのデクだ。そういうとこが。右の大振り。待てこらデク。もう簡単には前に潜り込めないぞ。肥大化しすぎてるぞ。うららかさんはガムシで僕を狙い撃ち。僕がカッチャンに勝つってのが前提の話だけど。クソナードが。ただの石ころだ。俺の方が上だ。ヒーローになるために悪に染まれ。触れた対象を浮かしてしまう。こ5階の真ん中フロア。たまって。てめえのストーキングならもう知ってんだろうが。ストップだ。あたんなきゃ死なねえ。なあ個性使えよデク。回収条件は本体にタッチすること。遠距離にも対応できるようコスチュームに要望を出したんだ。すげえな。ヒーローとしてはもちろんヴィランとしても愚策だ。それはタイミング。ここてめえの大好きな右のオーブリ。緑屋もすげえって思ったけど。止めてあげたくない。違うよ。穴からてめえ。体が衝撃に耐えられないから。ヒーローチーム危ない。ヒーローチームウィー。勝って超えたいんじゃないかバカ野郎。俺完全にテクニック。よし、みんな場所を変えて第2戦を発。それでは屋内対人戦闘訓練第2戦。向こうは防衛戦のつもりだろうが俺には関係ない。足の皮剥がれちゃ満足に戦えねえぞ。最強じゃねえか。ヒーローチームウィー。右で凍らし左で燃やす。お疲れさん。初めての訓練にしちゃうみんな上出来だったぜ。先生としてしっかり
かりカウンセリングせねば。相沢先生に縛り上げられる。随分と派手な個性じゃねえか。母にも言ってない秘密。僕の個性は人から授かったものなんだ。だからそんだけだろうか。そんだけ俺はこっから爆豪少年。